こんにちは。よくしゃべる聞き上手、慶長心理師の岩松正文です。今回のテーマは、なぜかカウンセラーが言われたくない2つの NG ワードということで、まずお知らせです。私、岩松正文が開催している慶長の講座の体験ができる Zoom での体験会を毎月複数回開催しています。概要欄にリンクがありますので、よかったらチェックをしてみてください。では今回のテーマ、なぜかカウンセラーが言われたくない2つの NG ワードということで、カウンセラーになりたい方って結構増えておりまして、最近はなんかカウンセラーというよりも相談業務とか相談を受ける仕事みたいな表現される方も結構多いような気がします。10年ぐらい前からカウンセラーになりたい方って多かった気がするんですけど、そういう方ってのはやっぱり心理カウンセリングっていうイメージでいらっしゃった方が多い気がするんですよね。でもやっぱりキャリアコンサルタントとかが始まってからは、仕事上の相談を受けるっていうようなことも意識されてて、その仕事上の相談を受けるのも、なんて言うんでしょうかね、今まであったようなコンサルティングのような形とはちょっと違って、やっぱりその人の心の中身みたいなところもちゃんと関われるような、そういうふうになりたいなっていう方が増えてる気がしまして、本当大昔はキャリアというものと心理っていうものはなんかかけ離れて、そこの間に厚い壁があったような印象もあったんですけども、ここ最近はそこが何かいい感じで融合しているような、そんな印象も受けますね。ですので、キャリア関係の相談の資格とか勉強される方とか、もちろん心理関係の勉強される方なんかもすごく増えてますし、Zoom とかいろいろ距離の壁っていうのがなくなってから、学び場も増えてますし、行きやすくもなってるっていうことで、そういうのにご興味ある方結構多いんじゃないかなというふうに思うんですね。で、そういうふうに、相談を受けたいっていう方が増えてる中で、私が昔からどうしても不思議と言いますか、どういうふうにその方の仲はなってるのかなっていうのはちょっと知ってみたいなと思うことがあって、それは相談を受けてたら必ずクライアントさんから言われるというか、こういうことを言われる可能性がある、あるいはそういうことを言い出す可能性があるっていう言葉がいくつかあるんですよね。で、その中で、例えば2つ挙げると、1つは、どうしたらいいでしょうか私っていう、こういう感じの問いかけを受けることもありますし、もう1つは、先生もそう思うでしょうみたいな形で同意を求められることもあると、どうしたらいいんですかって、それは私に言わせたら、相談に来る方が 100% こちらに聞いてくる可能性があることだと思うんですけど、だってどうしたらいいかわからないから相談に行くんだと思うのでね。ところが、その相談を受けるカウンセラーの方はどうかというと、意外と心の中でどうしたらいいでしょうかって言われるのを恐れてる方が多いんじゃないかなっていう気がするんですよね。ここがなかなか面白いなと思ってて、相談を受けたいんだけれども、仕事としてだけどどうしたらいいんでしょうかって言われることに、なんかビクビクしてるっていうのはどういう心理なんだろうかってね、ちょっと不思議に思ったりするんですよね。だってそうですよね、相談を受けるってことは、相談が解決する支援をするっていうことですから、どうしたらいいのかについて明らかにしていく、そのプロセスを共有していくっていうことですよね。何かしらの自分の方で提供できる支援っていうのがあるからこそ相談を受けるわけなので、別に資格があるから受けるわけじゃなくてね、相談を受ける時の支援の手段があるから相談っていうのを受けるものですから、どうしたらいいんでしょうかって言われた時に、それ相応の応対の仕方っていうのを当然持ってることなんだろうなと個人的には思うわけです。でも実際には結構、うちのね、カウンセラー養成の講座来ててもそうですし、外行ってもそうなんですけど、どうしたらいいですかね、どうしたらいいでしょうか私って、こんな風に言われると、結構そのカウンセラーの方の人があたふたしてる様子って目にするんですよね。なんかね、どうしたらいいでしょうかって言わないでみたいな、オラオラ髪を醸し出してるような感じもちょっとして、でこういう時、皆さんだったらどうするかってことですね。で、このどうしたらいいでしょうかだけに限定したことで言うと、私の YouTube の方で結構再生回数が多いんですね。2万再生とかもうちょっとあったかなという動画があるので、
どうしたらいいでしょうかと言われた時の対処法って YouTube 動画があるので、そちらの方を見ると一応私なりの4つの対処法っていうのがご説明してるんですけど、それと同様に先生もそう思うでしょうみたいな、カウンセラーさんもそう思うでしょうってこう同意を求められる時も、実はそれと全く同じ方法で対応っていうのはできるんですよね。結局2つの共通点って何かっていうと、どうしたらいいでしょうか、先生もそう思うでしょう、これはどうしたらいいでしょうかって言ってくる人は、自分では自分のことが決められないんですってね、その心の奥底を表現しているわけですね。で、先生もそう思うでしょっていうのも同じで、私一人では自分で OK が出せないんですと、賛成してくれる人がいないとね、困ってしまうんですと、あるいは困っているんですと、その人の心の内側はそういうことを訴えているわけですよね。なので、もし傾聴して聞くのであれば、その心の内側に応答していくっていうことになるんですけど、例えばどうしたらいいでしょうかって言われた時にね、傾聴のスキルでこう応答しようとするとよくあるのがね、あ、どうしたらいいかというお気持ちなんですねとかで声にこう応答してる人いるんですけど、なんかこうちょっとこうなんですかね、上滑りするというか軽い感じに聞こえてしまったりしますよね。先生もそう思うでしょってこういうふうに同意を求められた時も、あ、そういうふうに思うでちょっというお気持ちが終わりなんですねとかって、ね、なんかこう苦し紛れになってしまうっていうのがありますよね。うん、これどうしたらいいかっていうと、やっぱり共感だと思うんですよ。その人がどうしたらいいでしょうかとこちらに向かって言わざるを得ない、その気持ちをどれだけこちらが本気で感じ取ってるか、先生もそう思うでしょと言わざるを得ない、その気持ちをこちらが本当にそうだなと、それは同意を求めたくなるよなと、こういうふうにこちらが心底をどれぐらい感じてるかによって応答の軽さっていうのは、言葉の重みって言ったら言うでしょうかね、これは変わってくると思うんですよね。そりゃどうしたらいいか分かんないよねと、そこは知りたいとこだよねって本当に思ってれば、そのような気持ちで言葉も返すことができますし、どうしたらいいんでしょうか先生、先生私ね言う通り思うでしょ、先生も賛成でしょって言われたら、そりゃ賛成してほしいよねって、こういう気持ちがあればね、それなりの言葉の重みになってくると思うんですよね。じゃあそれができない時ってどうなってるかってちょっと推測してみると、おそらく何かを提供しなきゃいけないと思ってるんだと思うんですよ。どうしたらいいんでしょうかって言われてしまったら、方法を尋ねられてしまった私っていうふうに、こういうふうに自己イメージがなってしまうんでしょうね。すると私は方法を提供しなきゃいけない、でもいい方法は知らない、じゃあ何て答えたらいいんだろうか、まあ、こんな感じでだんだん緊張してくるんじゃないでしょうか。あるいは先生もそう思うでしょっていうふうに言われた時は、同意を提供しなきゃいけないと、同意を提供、賛成を示さなきゃいけないと、だけど心の中では賛成できなかったり、あるいは賛成は示しちゃいけないっていうふうに勉強してますから、どうしようとね、こういうふうに何か提供しなきゃいけない私なんだっていうふうな自己認識になると、それはできないっていう思いが出てくるので、緊張せざるを得ないということですね。まあ、これは日常生活で私たちが会話していく中ではすごく一般的な考え方で、方法を聞かれたら方法を答える、同意を求められたら同意で答えるってね、これ一般的な人たちがよくやってるコミュニケーションなんですけど、カウンセラーっていうのはそういう視点ではやらないんですよね。だから方法ですね、どうしたらいいんでしょうかもそうですし、先生もそう思うでしょうもそうですけど、この辺のところは意外と心理学部出て、まあ、ちゃんと、ね、心理カウンセラーやってるような人たちっていうのは意外と受け止め上手だなっていうのは、会った方の様子見てるとやっぱ思いますよね。もう当然それは言われる前提でどういうふうに関わるかっていうのを、もう心理的な視点でちゃんとトレーニングをしている方が結構いらっしゃるんでしょうね。うん、だけど一般のなんですか、会社に勤めながらキャリアの資格取ったりした方っていうのは、そういう心理的なベースっていうのが基本的には入ってないので、聞いたことがあって理屈としては知ってるっていう程度ですからね。実際自分の心がそこで動いた時にどういうふうに対応していいかっていうのを結構意外と習ってなかったりする方も多いですよね。あとは表面的な言葉でこういう言い方をして返しましょうみたいなことを習うんだけど、まあ、それってやっぱり心が入ってないからしっくり来なかったりしますよね。だからポイントは何かって言ったら、それを言わざるを得ない人なんだなと、その気持ちを抱かざるを得ない人なんだなと、こちらが本気にどれぐらい思えてるかですね。だから言葉を早く返そう、
自分ごとになってしまうと、まあ、言葉が軽くなるんですけども、自分がもしどうしたらいいでしょうかって言われたら、何がこの人にどうしたらいいでしょうかと、思わせてるんだろうか、何がどうしたらいいんでしょうかと今このタイミングで言わざるを得ない気持ちまである意味追い詰められてるんだろうか、そこに思いを馳せていく、寄せていくっていうことがまずどうしても必要だと思いますね。それはゆっくり味わうということもできる、まあいいかもしれませんし、まあ瞬間的にそれがね、あ、この方本当にそういう気持ちなんだなっていうのがスッと自分の心に入ってくる方であればね、応答の速度は速かろう遅かろうかどうしてもいいと思うんですけど、いやー、それは聞きたくなるよねと。だってあれもやってもダメで、これもやってもダメでね、ここもできないし、あれもうまくいかない、であればもう自分で一生懸命考えてやるのは限界だなと、そりゃ人に聞きたくなるよねとね、これぐらいの感覚が自分の中で落とし込めるまで、ちゃんとその人がその気持ちを持たざるを得ない、まあ、状況から始まりね、その人のものの捉え方、いわゆる準拠枠、そういうものが分かるまで丁寧に計上していかなきゃいけないですね。だからここにどう関わるかっていうのはもう正解はないというか、どう関わっても逆に言うといいということなんですけども、ね、私に何か、ね、やっぱりこう答えをね知りたくなりますよねと、そこに私にね、今日会ったばかりの私にそれを求めざるを得ないというのは、今までご自身はどんなふうに過ごされてきたんでしょうかと、どこに行き詰まり、自分では無理だなって思いをお持ちなんでしょうかねと。やっぱり尋ねられた時とか意見を求められた時っていうのは、それを言いたくなる相手を理解しようとするっていう、こういう動きがあると、ちゃんと関わりながら会話っていうのは進んでいくと思うんですよね。私に賛成してほしいですねと、そうですよねと、ね、私と同じで思うでしょと、ね、今おっしゃいましたねと、で私自身はね、実はそういうふうには思ってないんだけども、でもですよ、でも、ね、あなた自身が今置かれる状況を思えばですね、そりゃ賛成してくれる人を一人ぐらい欲しいですよねと、ね、で今までその賛成してくれる人がいない中で、どんなふうにあなたは過ごしてきたんでしょうかとか、ね、もしね、私がじゃあ私賛成ですっていうふうにもしここで仮に答えたとしたら、あなたはそのことについてどんなふうに思われるでしょうかとか、とにかく心の中に興味を持っていくってことが必要だろうなというふうに思うんですよね。でそれは返し方に正解があるわけではなくて、それを返した後のまた相手の反応を見ながら、相手の心を理解してまた次の関わり方をこう変えていくというか、こうやってこうやり取りしながら進んでいくだとものだと思うのでね、このように聞かれたらどう答えるのが正解かって頭で考えているうちは、なかなかしっくりくる答えというのは見当たらないんですけども、自分自身のね、感じていることにも誠実に相手に伝えながらやり取りをしていくと、そこでね、その答えが見つかるというよりは、関係性という中でその人自身が安心感を得たりですとか、自分自身にとどまったりですとかね、そういうことができるようになっていくんじゃないかなと思うんですね。なのでカウンセラーとか相談を受けたいと言いながら、もしどうしたらいいでしょうかと聞かれてしまったら緊張するなって方は、そもそも何をしたくて相談を受けようとしていらっしゃるんでしょうかね。必ず聞かれることですから、なぜね、聞かれちゃ困ることがあるのに私は人の相談を受けたいんだろうと、自分の心の中で自分が相談を受けるということに対して求めているものは何だろうと、こういうこともね、ぜひ自己対話してみていただけると、自分がね、なぜ相談を受けるということに興味を持つのか、それをもし相談を受けない自分だったらどう思うのか、そういうね、自己像がちゃんと固まってくると、質問されてしまった私っていうところに揺さぶられることは減ってくるんじゃないかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。今回のお話は参考になったでしょうか。もし参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまたお耳にかかりましょう。毎月開催している傾聴の体験会では、皆さんの傾聴に対する疑問にお答えをしています。傾聴を初めて学ばれる方、また学習経験者でどうやって傾聴をすれば楽に聞けるのかよくわからない方、こういう方々にぜひお越しいただきたいと思います。概要欄にリンクがありますのでチェックをしてみてください。また最新の日程はメルマガから配信をしています。概要欄にメルマガの登録もありますので、そちらもチェックしてみてください。